私のゲームや。皆さんこんにちは、岸と申します。今日もですね、元気にジオコープ縛りやっていきたいと思います。ジオコープのパーツしか使っちゃいけない、ジオコープのパーツだけで全部のミッションをクリアしていく、それがジオコープ縛りでございます。さあ、前回ですね、この下に見える充電ステーションを頑張って最後に作ったんですけれども、来たるべきベターフューチャー、そしてホークアイのね、参入にちょっとね先駆けまして、新マシンを作りました。これ超時間かかりましたよ、本当にマジでこのマシン作るのにめちゃめちゃお金かかったんで、いろいろねちょっと研究しました。初めはね、このレーザーの代わりにジャックハンマーついてたんだけど、ジャックハンマーがね敵に当てた時にね、衝突ダメージが入っちゃって結構簡単に壊れちゃったんで、このレーザーに変えました。全てコントロールユニットね直接狙ってくれるんで結構強かったんですよね。ちょっと実力のほどお見せいたしましょう。今ちょっと敵が降ってきたと思うんで、早いしね、こうやってこんな感じで敵の上空に行って一気にレーザーを照射、敵のコントロールブロックめがけて、結構強いっすよ。いや、結構お金貯めるのにねかなり時間かかって、ちょっとこのジオコープ縛りのね更新が遅れちゃったんですけれども、それに見合う期待ができたと僕は個人的に思ってます。ちょっとねバッテリー残量がね分かりづらいんだよね、メーターつけれないからここで一応見れますね。あ、結構マックスに近い。あ、やっぱ早くなったな、充電。うわー、一気になんか進んだ感がある。これで早速 GSO のミッションをこなして、ちょっとアンロックしちゃおう。もまあいい期待ができたとはいえ、不要な戦いは避けていく。敵軍を後ろでやっていきましょう。あ、こいつの名前どうしよっかな。プロトタイプはねクラーケンって名前にしてたんですけれども、よし、こいつらを倒せばいいと。ほらほら、強くなった、マジで強くなった。結構セーフティーにね攻撃できるしね。まあかといってね、ちょっと近づかなきゃいけないから油断は禁物ですよ。いや、でもレーザーなんて舐めてたわ。あっという間に攻略、素晴らしい。序盤からですね、あんまりホバーパーツにね頼りたくなかったんだけどね、もう厳しかったんでね使っちゃいました。ちょいちょいちょい、痛い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 、バリアがないからね、ほんと油断は禁物。よし、ギャングの縄張りやっていきましょう。あそこだな、あそこに見えるのはギャングどもだな。よし、この超攻撃型の工業マシンで、あ、なんかちょっと強そうだぞちょっと強そうだぞ。一気に倒す、一気に倒す、ほらいいね、楽しいわ。使ってて上から一気に奇襲する、よっしゃー、強襲機ですね。本当に短時間で一気に勝負を決める、そんな感じ、そんな感じ。うい、この衝突ダメージをねちょっとね気をつけなきゃね、すぐ壊れちゃうから。オッケー、あ、そうそう、名前どうしよっか結構特徴的だからさ、フォルムが名前つきやすいと思うんだけど。というわけでこの機体の名前募集中です。こいつはですね戦闘特化なので、素材回収とあとは戦闘しかできません。充電とかねパーツ回収は基本的に他の機体だったりとかブロックに頼ることになりますね。よっしゃ、これでミッションがサクサク進むぜ。落下地点へ急行せよ。わかった、今急行してる。何かが降ってきた。チキンが出てきた。ほかほかのチキンだ。危ねえ、これ使っちゃダメなんだよ使っちゃダメなんだ。早く次のミッションをやごぜ。ゴロツキウロウロ敵襲敵襲。おい、お前らウロウロしてんじゃねえぞ。警察到着。なんか強そうだな、強そう強そう。まずはこいつだ。おー、一瞬、いいね、頼もしいね。お引っかかりになられてるこいつをゆっくり料理していくとしよう。ゆっくり料理、ゆっくり料理。おー、一瞬、いいね。いやー、マジで報われた。これ超時間かかってるから、この機体作るのに半日ぐらいかかったからね。半日かな、もっとかもしれないな。これ壊されたら俺発狂するからね、本当に。今んとこパーツも壊れてないし、いい感じにできたな。敵襲があったらしいんで急行してみましょう。この援護は私の土地だ。あー、助けてください系ね。いや、毎回思うんだけどさ、俺が助けてほしいんだよね本当に。やれやれ、高みの見物。
うらー、クラッシャー。さあでもね、ミサイルをね搭載したホークアイ社とかね、機動力があるベターフューチャー社のホバーとどれだけこう渡り合っていけるかってところがねちょっと未知だな。なんか強そうだな強そうだなお前ら。一気に攻撃、いいね、気持ちいいわこれ楽しい、めっちゃ楽しい。勇敢にも立ち向かう。オッケー、ライセンス4。さあどんどん敵が強くなっていく。興奮するぜ。いらない。え、報酬超しけてないこれ。やばくないこの報酬。ブロック3つしかない。え、こんなの初めてだな。GSO 不景気説。着地を決めようだって。OK。ライセンス上がった。移動もめちゃめちゃ楽になった。ベターフューチャーアンロックするのにお金が必要ですからね。お、いいね、いい資源がいっぱい取れそうだ。積極的に資源の回収していきたいところ。お、いいね、男らしいぞ。飛び道具がついてない。まあいいやつ、仲間だ。ストレーザーが1個壊れた。やっちまった。めっちゃ丈夫そうな見た目してんのにな。換金するか。ほい、いいね、お金持ち。お、祈りの翼出た。ついにホークアイ社と戦う時が来ました。その前にこれやろ。いくぜ。よし、祈りの翼やっていこう。まあ、勝てるとは思うんだよね、レベル1だったらさ。あー、来た来た。おーおお、来るぞ、ついに来るぞ、ホークアイが来るぞ攻めてくるぞ。来たー。うわー、連射力やば。おー、うおい、ついに始まりました、バーサスホークアイ社あー、始まったよー、始まっちゃったよー、怖いよー清掃員、サブマシンガンの連射力やばいよー。よし、俺の得意フィールドにちょっとこいつらを誘い込もう。はい、こっちだよー、こっちだよこっちだよー、ついておいでー。はい、みんなこのお山に登れるかな。登ってきていただいてと。はい、あそこで詰まりますよね。詰まったところ、お、しかも分断に成功してる。詰まったところ上空から失礼します。あ、避け上がった。クソ、避け上がったなこいつ。第三者が介入してきた。あいつに気を取られてるし、後ろから刺す、後ろから刺す、これが基本戦術。ほら、コントロールブロックを狙え。よし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 、いいぞ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 。よし、確信した、戦っていける。これはとどめ、とどめじゃない。よっしゃ、経験値少な、下っ端に負けるわけにはいかん。おっしゃー、ホークアイ、おっしゃー、ホークアイ蹂躙。さあついに参入してきましたね。ちょっと傷んじゃったね、シールドが溶けちゃったね。さあ次はちょっとベターフューチャー社をアンロックしたいところ。やばい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 、ボスボスとんでもない流れ出したぜボス。どうした、俺の島で暴れてるやつがいるらしい。いや、ちょっと強そうだなやばいな、あの火力とんでもないの連れてきちゃった。あー、やばいやばい。壊されたぞこっちも。無駄な戦闘は避けていきたい。よし、もう一つで10万ということで、バックトゥーザフューチャー行きましょう。ついにベターフューチャー社も来るぞ、楽しみだな。毎度毎度。再生開始。冒険者の皆様ごきげんよう。お前、商談中に、商談中にやめろ、空気読めよ。はい、買います。 OK。さあ、ベターフューチャー社参戦。あ、パーツはいらないっす加入しといて、パーツはいらないってどういうこと。さあ、ダークトーテム何でしょうか。さあ、軍曹の元に向かいましょう。確かタレット破壊しろみたいなやつだったっけ。おー、来た、来たいな、相変わらず。え、え、いきなり、いきなり、
はい、失敗した。グンソーもう壊しちゃったけど、グンソーな、物陰に隠れてんじゃん。お前ってやつは命令違反だ。この間抜け、お前隠れてそんな陰でこそこそ見てたくせに。ちょっとベターヘッチャーさんの機体とも戦いたいですね。あーそっか、ホバートレーニングとかそういう系か。まあ、ちょうどホバー機体だからいいんだけど。あ、飛び方を学ぼう。なるほど。次回はちょっとスラスター飛行機作って飛行ミッションやる感じになるかもですね。やっぱちょこちょこ戦闘してたら結構壊れるな。お金貯めつつちょっと修復する時間もねないと。隠密作戦大掃除。随分と遅いご到着だな。いやお前だろ俺ずっとここにいたけど。めちゃくちゃ嫌がるこいつ。おう、翼を得て飛んでみよう。ちょっと次回やるねホバートレーニングもな、この機体でやってもいいけど、ちょっと作ろうかな、ホバートレーニング用の機体を。とっちゃさあできました、ホバトル用機体。結構ねこれスラスター高いからね壊せないね、マジで。こいつでやっていこう。レディーゴー。はい、ゴー。よいしょ。ホバーレーストラックもやってみようか。移動機体としてもこれいいかもね。レースマシンを購入しようだとするか使えないんじゃい。ちょっとホバーの出力がありすぎるね。オッケーパーツはつければいいってもんじゃないっすね。はい、というわけで今日はですね、ホークアイ社とベターフューチャー社をアンロックしてですね、ちょっとホークアイ社の機体とはちょっと戦ってみました。やっぱりねちょっときつそうですよね、ジオコープ縛りだとね。まあ、めげずに頑張っていきたいと思います。そしてちょっとホバートレーニングもやってみたんですけれども、次回はちょっと飛行ミッションにチャレンジしてみようかと思います。このスラスターをうまく使って飛ぶことができると思うんでね、飛行ミッションスタートということでですね、次はやっていこうと思います。今日の動画面白いと感じてくださったら高評価、そしてチャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまたねー。